能登半島地震のように大きな災害が起きると障害者など災害弱者の死亡率が高まるとされています。公衆衛生の専門家は避難者全体でコミュニケーションをと訴えました。周囲も大変なので支援とか協力を申し出ること大変申し訳ないと思っておられます。これが 24.6% ここに引いてくるなと、こういうこと絶対防がなきゃいけませんので。東北大学の栗山教授は9日仙台市内で能登半島地震に関する報告会を行いました。栗山教授によりますと東日本大震災での障害者の死亡率は健常者に比べておよそ2倍でした。当時は防災に関して障害者などの意見が反映される場が限られていたことが背景にあるとしています。包摂的に全ての方が誰も取り残されないようにということで女性の方、子どもさん、あるいは障害の方、貧困者、コミュニケーションというか非常に大事だということ。栗山教授は2016年の熊本地震で避難所に入った女性が幼い子どもたちの世話に追われ食事の配給を受けられなかったなどの例を挙げ、災害弱者を守るためにコミュニケーションを常に細かく取ってほしいと訴えました。